ああ、お腹減ったー。あ、そういえば、なんでお腹ってグーってなって食べたものが消えるんだろう。いやー、お腹の中見てみたいなー。まあ、お腹の中見ることはできないけど、うん、まあ、どうなってるか知ることはできるよ。実験でね。今日はなんか実験っぽい実験ですね。イエス。ボンボン研究所イエーイ、はい、アツとチヨチです。こんにちは、えっちゃんです。ということで、はい、早速、胃の中の様子をね、見ようかなと思うんだけど、はい、やること分かってる？あー、さっぱりって顔してるね。ということで、じゃーん。ですね、今からやる実験っていうのは、この、ま、口から食べ物を食べて、食道を通って胃に行くまで、これをコップの中でやってみようと思います。まあ、お米だったり、お芋だったり、咀嚼して食道に流します。食道とか胃では消化酵素が出てて、ここで食べ物が消化されていくんですけど、まあ、今回はこっからここまでのね、消化の様子を見てみようと思います。おい、聞いていたか？はーい、聞いてました。それでは材料紹介いってみます。透明なコップ、割り箸、計量スプーン、片栗粉、お湯、胃薬。では早速実験をしていきます。これ片栗粉なんですけど、食材ですね。でんぷんが多く含まれているので、まあ、おにぎりとかの代わりだと思ってください。大さじ1杯入れます。そして小さじ、これはお湯です。片栗粉のでんぷんが今お湯によってのり状になりました。こうやんないと混ざらない。力結構入れます。こんな感じでドロドロです。これが今口に入った状態だと思ってください。そして食道を通って胃に入るとき、胃薬、まあ、消化酵素が出てくるわけです。パーッと入れますと何が起こるかって言いますと、このドロドロだった液体が、わかりますか？これ見てください。これサラサラですね。全然違います。サラサラです。片栗粉、でんぷんが胃の中で、まあ、こうサラサラになったのはでんぷんが分解されたってことなんですね。皆さん、ためになりましたか？ということで、よっち、ためになりましたか？ためになりました。よくわかった？まあ、要するに食べたものが液状になるってことですね。サラサラになるってことですね。そうそう、食べて噛んで粉々にして食道や胃を通ってこの状態になってから流れていくってことだね。はい、ということで皆さん、ためになったでしょうか？ためになった、面白かったと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆さん、また明日の午後4時にお会いしましょう。それではまたね。またね。